はいみなさんこんばんは、平均ゲーマーです。ということで今日も100円ゲーマーがラジオをやっていきたいと思います。えー、前回から結構飽きましたね。まあ、ラジオをやるにしても、やっぱり、あれなんですよね。毎週毎週ラジオ収録するっていうのは、結構揚力がいるっていうか、話が溜まってこないから、うん、1時間分の話をするって言っても、 何にもないとやっぱり難しいいですよねいや本当にね「あのオールナイトニッポン」とかああいうラジオで2時間ずーっと毎週話してる芸人さんとか他の方すごいと思います自分もねそれぐらい話が上手ければいいんですけどもそういうわけじゃないのでまあ話が溜まるのを待って面白い経験ができるのを待って まあ収録するっていうスタイルですかね <laughs> <laughs> まあそういうことででまああれなんですよ前回ねうちの嫁さんをね100回記念としてゲストで呼ぶって話をしててでうちの奥さんにもその話をして快く承諾してもらったんですけどやっぱりね子供が3人いていざラジオをやろうっていう。 時になるともうお互い眠い眠んですよね昔はね20代30代前半ぐらいの時はもう一日中仕事して帰ってきてで、あのー、子供のね面倒見たりしてみんな寝かして「よーし!」って言ってゲームをもう朝どうだろうな1時2時とか全然できたんですけど最近はねもう。 10時ぐらいになるともう眠くてしょうがないんですよ。このゲームのね、電源をつけてよし、ゲームをやろうっていう気に全くならない。で、今日も、なんだろうね、夕方ぐらいにうちの息子がゲーム一緒にやろうよ、パパって話に、話をしてきて、で、久々に、ザ・ハウス・オブ・ d デッドのリメイクが出たんですよね。皆さんご存知かわかんないんですけど。 で、それやってて、<laughs> 1時間ぐらいやってたのかなでも、夜ゲームやる気なくなりましたもんね。それやったせいで。なんかわかんないけど、まあそんなのがね、あるんですわ。だから、あー、年取ったなーってのは感じますけど。まあそんなんで、ゲーム、ゲームじゃないや、ラジオの収録も嫁さんとできてなくてですね。それで、自分も、 一人でいつも収録してるラジオをやる気になんないんですよそれが収録できないからで100番目のラジオで嫁さんとやるって言った手前まあそのラジオができてないから100回,100回目に自分一人で話すラジオを出したくないんですだから今これため撮りしてますだから視聴者の皆さんからしたら100回目の嫁とのラジオを聞いてる後にこのラジオを聞くことになると思うんで101回目かなんかに多分これになると思います でも自分の記憶がだんだん薄れちゃ,れちゃってきてるんで先にこのラジオを出そう、まあ、収録しとこうと思って今話してます。で今日は12月の17日ですもうクリスマス目前ですけど実はですねえー、っと10月か10月の21だったかな8とかかなんかにホンテッドハウスお化け屋敷に行ってきたんですアメリカの。 で前回、前回っていうか、結構前にも、お化け屋敷の話をね、ラジオでしたと思うんですよね、嫁と、嫁と一緒に行ったんで、ぜずっと前にね。もう、あれ、6年ぐらい前かな、結構前なんですけどね。で、それが最後に行ったお化け屋敷で、アメリカって、日本よりもね、もうハロウィンの盛り上がり方が全然違うんです。 もう思い入れがなんでそんなにあるのかわかんないんですけどもうデコレーションとかもすっごいするし子供にお菓子配るためにも,うものすごい額、まあ、ものすごい額っつってもうあれだけども,うものすごい量のお菓子をね用意してねでもう街全体で子供たちが衣装に着替えてもう回るんですでそのいっぱい子供来るからもう5,000円とか6,000円多いとこだと1万円分ぐらいのお菓子を用意して待っとかなきゃいけないとかね そういうことをやるんですけど、お化け屋敷もすごいんですよ。まあ日本でお化け屋敷っていうと、例えばどっかのアトラクションの中で、まあお化け屋敷っていうアトラクションがあって、まあそこに入って、まあお岩さんとか、えー、なんか昔ながらの日本のその幽霊とかそういうのが出てくるのがあるじゃないですか。なんかその時期だけ、例えばハロウィンだけ開演する お化け屋敷って日本でであんんま聞いいたことないんですよね今はちょっと分かんないんですけどアメリカはそのハロウィンの時になると例えばなんかどっかの牧場みたいなのを貸し切ってもうそこを改造してお化け屋敷にしたりとかもうスケールが違うんですよ。でその入場料とかもなんていうの1,000円とかそんじゃなくても3,000円とか4,000円とかそれぐらいかか一1人それぐらい払って入れるんですね。 だけど、オハイうはね、ちょっと一個すごい、あのー、お化け屋敷があるっていう情報を、まあ今年聞いてね。で、そのお化け屋敷の名前が、ブラッドプリズンっていう名前なんですよ。で、それがな、なんでそんなに有名なんだって話を、まあ、仕事場の同僚としてて、 で皆さんご存知かもしれないですけど、ショーシャンクスの空にっていう映画が、まあ、あります。これアメリカでも結構有名でしたけど、日本でも、まあ、知ってる人多いと思うんですよね。モーガン・フリーマンとか、まあ、出てる。まあ、刑務所が舞台の映画なんですけど、まあ、知らない方はちょっと調べてほしいんですけどね。で、その撮影したところ、そのショーシャンクスの空にで、 使われて撮影所、撮影に使われている刑務所があれ映画の中の設定ではアメリカのメイン州っていうところなんですけど実はあれオハイオ州にあるんですあの刑務所私が住んでるコロンバスっていう町から1時間ぐらい北の方に行くとえーとですねマン,マンスフィールドっていう小さな町があってそこにあるんですねでそこをそのハロウィンの時に コンテッドハウス、お化け屋敷に改造してるって言うんですよ。その実際に、その刑務所っていうのは昔、あの少年院として使われてた場所なんですね。いや、それを全部、まあ、改装みたいのして <laughs>、まあ、お化け屋敷やってますよと。で、これ入るのに4000かかるって言うんですね。で、それを聞いた時に、わ、これは行かなきゃいけないなと思ったんですよ。もうそもそもその、実際に使われてた少年院、 をまあ、お化け屋敷にしててるっていうのでも結構怖いじゃないですかなんか牢屋みたいなのがあってとかまあもういっぱいいろんな悪いことも起きたんでしょうねそこでねで、まあ、1時間離れてるけど行こう行きたいなと思ってうちの嫁さんを誘ったんですけど、まあ、嫁さんはもう前回行った時にものすごい怖い経験したんでもう二度と行きたくないって話になってでこっちの,あのアメリカ人の友達が いるんで、まあ、その友達に頼んで3人で行くことになったんです。でじゃあチケット買わなきゃなと思ってウェブサイト見てたら、まあ、4,000円かかる。だけどオプションがいろいろあってねそのうちの一つにタッチオプションっていうのがあるっていうんです。でタッチオプションはどういうことなんだろうと思って、まあ、1,000円ぐらいするんですけどそれ追加でね。 それ買ったら5000円かかるんですけど要はその暗いまあお化け屋敷なんで暗いですよねなんか光るなんかねあのーあれ何ていうのあるじゃないですかよくパキってなんか折って光るあれ何ていうんだっけなそういうのがあるんですけどそれをもらえるって言うんですそれタッチオプション買うとそうすると その光るやつを持ってる人は現地でお化け屋敷の中で驚かしてる人たちが触ってもいいっていうあれになるんです。触ってくるんですよ。<laughs> こっちを <laughs>。だら触られたくない人はそのチケット買わなきゃいいんですけどいやもう触ってでも脅かしてほしいっていう人はまあ1,000円エキストラでお金を払ってそれを買うっていうことなんですね。 で僕はもう触ってほしくなかったんでもちろん買わなかったんですけどまあそういうオプションもあってわあなかなか本格的だなーなんて思いながら、まあ、当日を迎えたわけですよでまあ1時間車北の方に運転してって、まあ、実際着いて夜8時ぐらいだったかなもうもうねバーンってライトアップされてるんですがその少年院がねすものすごい大きいんです まあ、ショーシャンクスの空に見たらなんとなく大きさはわかると思いますけどとにかくでかいんですねでかくてそれでまあハロウィンだからライトアップされてるんですわなんかホワイトハウスみたいにアメリカの <laughs> 下からライトがパーってなっててでまあ結構アメリカのそういうところってまあなんか問題がねいっぱい人が集まるから、まあ、拳銃持ってたりする人もいるかもしれないし あれなんだ警察とかもすごいいっぱいいて周りにね問題が起きないようにでまあ入ってったんですでそさっきも物騒だみたいな警察がいっぱいいたって話してましたけどそのお化け屋敷に入る前にメタルディテクターみたいのがあってまあ空港 <laughs> 飛行機乗る時に空港行くじゃないですかその時にほらあの拳銃とかナイフとか持ってないかってあのくぐるでしょ ああいうのがちゃんと置いてあって、危ないものは持ってきちゃダメですみたいな感じでね。そういうので、全部そういうのをパスして、チケットを見せて入ったんです。ものすごい並んでて、人が何人ぐらいだかな。まあ、午後7時からなんかね、12時までやってんのかな。で、グループ、なんかあの、時間に合わせて行かなきゃいけないんですよ。7時のチケットなら、7時に行かなきゃいけないんです。 もう,もう長蛇の列ができてて、並んで30分ぐらい待ってたかな。で、まあなんか、現地にいる人たちとちょっと話すじゃないですかね。したら、いや、俺は毎年ここに来てるんだよとか、まあそういう人たちが結構いて、えーと思って、これすごい怖いから気をつけろよみたいな、<laughs> なったんですね。それで、まあ自分たちの順番になって、で、自分たちのグループだけでいけるかなって思ったら、 全員、なんていうの ?20 人ぐらいのグループに分けられて生かされるんですよ。で、これね、最悪なことに、要は一番先頭だったらよかったんですけど、うちら一番後ろになっちゃったんですね。グループの。あんま全然知らない人たちが自分たちの先頭にいて、うちらはその人たちの後ろをついていくみたいな感じで。で、まあ中入って、で、まあもう、なんていうの衣装を。 ドレ,スドレスっていうかまあなんかゾンビの格好をしてるような人たちが案内してくれるんですよ。で、こっから行くんですよみたいな感じでバーって入ってって。まあやっぱりその少年院なんでやっぱ怖いんですよね。階段とかもなんか古、古臭い感じでなんか中は綺麗にまあ一応なってるんですけど一応なんかね昔っぽい雰囲気も残ってるんです。そこ入ってって。で、まあこっちはもうね40ドル4000円払って行ってるわけですから、まあ、期待するわけじゃないですか怖いものをね。 どんだけや,やってくれんだみたいな。俺41だぜあん,なんなそんな生半可なもんじゃ怖くないよみたいな気持ちでこっちは行ってるわけですよ。ほ <laughs> んで、<laughs> まあ入って、で、まあ声聞こえてきたんですよ。わ <laughs> あみたいな。<laughs> いな <laughs> っつって。で、もう行くところ行くところ、うちらの先頭にもう人がいるから、やっぱ驚かす人は最初そこに行くわけですよ。 <laughs> でその後うちらがまとことか歩いていくからもうパッて驚かせられないわけですよね僕たちのことはそういうのもあって全然なんか怖くなくてねもう興ざめでしたねでやっぱりアメリカのねホラーホラーと日本のホラーっていうのはやっぱジャンルが全然違くてアメリカのホラーはやっぱグロいっていうのがまずあるんですよ 例えば悪い医者がいて人間の死体をあさってぐちゃぐちゃにしてたりとかそういうのがあったりとかあとはチェーン絶対出てくるのはチェーンソーですねチェーンがついてないチェーンソーでタタ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 タみたいな感じで追いかけてきたりとかあと絶対出てくるのはピエロもう何て言うの怖いピエロですよね それはもう定番ですね。あとなんかね、天国と地獄みたいな感じで、こう、デビル、悪魔みたいなのがなんか出てきたりとか、まあそういうのがあるんですで、まあ、で、まあ、この、なんていうの、ブラッドプリズンのお化け屋敷は、なんかね、テーマが一定じゃないんですよ。ものすごい長かったの。30分ぐらい、30分じゃない、1時間ぐらいかな。1時間ぐらいもとにかくこう道を、 歩いいてくわけですよ階段上ったり下りたりして。でもう爆音の音楽が流れてるんですよ。なんかあのヘビーメタルみたいな。ずっとじゃないんですけど、そういうセクションもあって、もう、ドンデ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 ンみたいな。で、ライトもフラッシュしてて、パパ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 パッパって言って、もうね、なんか見てるだけでもう、頭おかしくなるような感じで。で、あれもあるんです、あの、エアーコンプレッサーみたいなのもあって、なんか、プシュって空気がものすごい出てくんですよ。 <laughs> それのたびにめっちゃくちゃもう耳に当たってもう耳痛くなったりとかもうそんなんでね全然なんか怖くないし音うるさいし暗くて何も見えないしでもう最悪でしたね <laughs> もう全然4000円の価値なかったっていうでもでもね怖いのは怖いんですよなんかホラー的な怖さじゃなくて 何て言うのかななんかね、4階建てぐらいの、もう、牢屋みたいなのがこう、あるんですよね。で、そういうところは、これ昔人本当に入ってたんだなとか、あと地下2階とかもあって、そこにも、なんか牢屋みたいなのがあるんですよ。こういうとこに本当に人が監禁されてたんだなって考えるとちょっと怖くなってきましたけどね。でもあんな爆音でなんか、メタリカみたいな曲バンバン流されても全然怖くないっていう。 <laughs> そんな感じでしたね <laughs> で。で驚かす人とかもなんか一応なんていうの触っちゃい触られないんだけどもうめちゃくちゃその耳の耳の近くまで来てささやいたりするんですよいろいろなんか「I will kill you」とか、ね「殺してやる」とかめっちゃ行ってくるんですよね。とかなんか変なねケイ,ケイトじゃないけどなんか羽みたいの持ってて耳こすぐってきたりとか <laughs> なんか。 <laughs> よく分かんなかったなあとなんかエイリアンみたいなのもいたしだからもう意味分かんない最初のセクションはなんかそのもう人をなんていうの殺,殺すのが好きなお医者さんのなんかテーマみたいのでそこまで歩いてったりとかその次はなんかエイリアンエイリアンのなんか死体みたいのがバーってあってでその次はなんかピエロのあれがあってみたいなもうねテーマが全然なんていうのかな統一されてないからもうちょっと興ざめだったんですよね全然。 怖くなくて。っていうのがあったなブラッド・プリズン。それで、まあ、終わりました。で、出てきて。で、まあ、その、お化け屋敷自体はそんなにね、怖くなかったから、まあ、せっかくだから、写真でも撮って帰るかと思って。で、入り口のところに、その、コスチュームを着た人たちがいたんですよ。ホラーのね。働いてる人たちが。あ、で、ここで写真撮ろうと思って、その人たちに。 <laughs> 声かけたらもうキャラに何かねキャラに入り込んでるんですよねもう別にいいじゃん脅かす人たちじゃないんだから普通に「あ写真いいですよ」とか言ってくれたらで俺が行って「あの写真一緒にちょっと撮ってもいいですか?」って言ったらなんかもう,もうガンむしされて「<laughs> みたいな感じでで最初「あこれ何写真撮っちゃダメなのかな?」って思ったんだけどまあよく様子見てたらそういうわけじゃなくて、まあ、キャラに入り込んでるみたいな感じで、まあ、写真 取 <laughs> <撮>って <laughs>。ああ、まあね。まあ、そんなんがありましたけどね。いやー、ブラッド・プリズンああ、まあ、無駄な40ドルでしたよ。まあ、そんなね、ハロウィンでしたけどね。<laughs> でもね、まあ、今年のでも2023年のハロウィンはね、ちょっと寂しかった。っていうのも、ラジオの冒頭でね、 やっぱアメリカ人の人はハロウィン大好きでものすごいお金使ってやるって言ったじゃないですかでいつもだったらやっぱり家のデコレーションとかもすごいんですよもうね比べもなんないっていうかまあ日本ってそんなに土地がないじゃないですか、まあ、庭があるっつってもちょっとのなんか広さであって別に芝生でバーって広く家の前にあの あるわけね空いてるスペースがあるわけじゃないんですけどアメリカはまあものすごい土地あるしうちなんてオハイオだからめちゃくちゃあるわけですよ。<laughs> でうちの近所とかでもね結構前だともう自分の家になんかなんかあのかかし立てたりとかあと人が近づいてきたらそのセンサーで感知してバーってこうなんかなんだろうな3メートル4メートル5メートルぐらいこうでかくなるようななんか。 飾りり物置いたりとかねすごかったんですけど今年はねやっぱそんななかったそんなデコレーションしてる人もなかったしお菓子配ってる人も少なかったんだよねだからまあ不景気の不景気でやっぱりお菓子配れ配りたいお菓子にお金使いたくないそんな余計な出費したくないっていうので、まあ、配ってなかったりとか、まあ、デコレーション買うお金がなかった のか何なのかわかんないけどまあ少なかったですねうーんまあ不景気ですねいきなりハロウィンから今度そっち系の怖い話に <laughs> なりますけどねで今年もないろんなま友達の人がまあいるんで今年のクリスマスどうすんのとかするんですよで去年去年かな2年ぐらい前はいや 今年はフロリダに行くんだよとか今年は実家に帰るから飛行機でまあ明日からいないんだよとかそんなのが多かったのに今年はみんないやー今年はずっといます家にみたいな <laughs> 結構多かったかなアメリカ人で基本的にその年末は旅行に行く人が結構多いんですよねまあオハイオなんて特に寒い時マイナス18度とかなるからあの摂氏でねだから暖かいフロリダとか あっちの南の方に行く人結構多いんですけど今年はねみんないるっつってたへえとか言って話してたけどねまあそんなんだねまあ不景気の波が来てますねでも不景気って言うけど多分ねあの例えば仕事場のボーナスが出なかったとか昇給がないとかそういうの結構あるかも今年はだから意外に2022年までは まあなんかまだまだなん,なんていうの国もさアメリカも補助金みたいなの出してたし企業になんかまあ毎年ボーナス出してるし一応今年もみたいな感じだったんだけどやっとなんかそのダメージが浮き彫りになってきたっていうか会社もうんちょっと今年はみたいな2023年はちょっとあ大事にしてボーナスなしねみたいなのとかまあ結構あるのかなと思ったりもするけどねまあ まあそんなのがねあってでもガソリンの値段下がってきたりとかお店行って前あの卵卵2ダースとかがねなんか600円とかになってたんですけど最近戻ってきましたね今300円とかうーんまあものすごい極限まで上がってた食べ物の値段がまあちょっと下がってきてガソリンもまあ下がってきてっていうのでまあ早く元戻ってほしいですけどね まあそんなのがありますけどね。ああ。でもう,うちも、なんだろう、家のメンテナンスみたいなのに、お金使ったりしなきゃいけないし、今年うちの、今年の夏うちの家族がアメリカから日本に帰ってたんですよ。それのチケット代とか出してたから、お金ないんだけど、だけどね、なんか窓をね、 買いいいえなななききゃゃけないんじゃないかっってて話になってきたうちのこれ全然関係ない話だけどこれでまあ日本これね俺ほんと日本の家っていいなって思うんだけどアメリカの家ってやっぱなんかペラペラなんですよねなんかだか日本日本の家の壁ってペラペラじゃないじゃないですかペラペラじゃないっていうかう作りがその しっかりしてるような気がするんですよね。なんかアメリカのさ、ストリーマーとか、こう、見てると、なんか怒った時に壁を思いっきりパンチしてで、壁に穴が開いちゃったみたいなのよくあるじゃないですか。あれさ、日本であんま、あんま聞かなくないなんかパンチして壁に穴が開いたみたいな。あれ、日本もそう日本もアメリカと同じ作りしてんのかなまあ、とにかくアメリカの壁って空洞なんですよね。だから、ものすごい寒いのよ。 でうちも寒いのよ。ものすごい冬が。でだん、セントラルヒーティングつけてるんだけど、寒いね、家が。みんな寒い寒いって言ってるのね。で、こまあうちの嫁さんに、なんで家がこんな寒いのか調査してくれって話を言われててね。で、まあ、調査してるわけですよ。まあ、したんですよ、俺がね。で、まあ、このドアの隙間。 にちょっと穴が開いてて外の風が入ってきてるとかなんかなんかね日本の家ってそんなに俺寒かった記憶ないんだけど入ってくんのねでだけど一番の原因はんだまあドア,ドアの隙間からも入ってきてんだけどでも一番寒いのはこう窓がいけないんじゃないかって話になったの。で日本ってほんといいなと思うんだけど あ,のあれあるじゃないですか夜になると閉めるシャッターみたいなやつアメリカそんなんなくてさアメリカのなんか窓もう結構すごい隙間が空いてくる入ってきたりとかもう窓の近く立ってるともう寒さが何ていうのもう感じれるんでさ窓越しにねででなんかねまなんかダブルレイしてる窓って。 ダブルレイヤーとかトリプルレイヤーって,って要はガラスがこう二重になってたり三重になってたりしてそのガラスとガラスの間になんかねなんとかガスってのが入ってるっていうんですよアメリカのやつはでそのその窓二重のなってる窓の間にガスが入ってるからあんまりその気温がね室内と外でまあ伝わりにくいみたいなことを言ってたんですよでうちの窓ちょっと調べてたらなんかもう古くなっててガスが漏れてるんですよ窓からね な何箇所か全部じゃないんだけど。でじゃあこれ窓を変えた方がいいんじゃないのと。窓からも風入ってきてるような気するしっていうことでアメリカで有名なホームディーポっていう <laughs> あれかなイコライザーのイコライザー2っていうデンゼル・ワシントン出てる映画見たことある人いたら多分わかると思うんですけど彼が働いてるあのなんか家のこう。 なんていうの物がいっぱい売ってる。オレンジ色がなんかテーマカラーのお店があるんですよ。ホームグッズみたいなのがいっぱい売ってるとこ。そこに行って、その窓の調査する人をちょっとうちに送ってくださいと。で、ちょっとあの見積もりを出してほしいんです。窓を変えるためのってなので、来てもらったんですよね。昨日だったかな。で、俺も窓のこと全然知らないから、そのなんとかガスってのが漏れてるのも知らないし。 まあ、とにかく見てもらおうと思って来たんですよね。そしたらもうその人も遠目から俺のその窓見た瞬間に「あもうこれダメですね」と <laughs> 言うんですよ。もうこれガス漏れてますよっつって。確かにそのガスが漏れてるって言われたガラスを見るとなんか中が曇ってるんですよね。他の大丈夫なやつは曇ってないんだけど。でこれガス漏れてるからなんか曇ってますねっつって。これのせいでその寒さが家に来てますと。で一応家のガラス全部見せてくださいっつってま見てもらったら全部で。 12個あったのかなその窓が。これ全部変えた方がいいですねって言うんですよね。<laughs> <って笑>じゃあ,まあ見積もり出してくださいって,テーマをや,ってたやってたんですけど、まあ、窓ガラス変えるの、まあ、なんていうのインストールしてもらうのも全部入れて、まあ、ガラ窓が新しい窓ガラスと、まあ、それを入れてもらう作業台も全部入れて、まあ、俺、 簡単に自分の頭の中で考えたときに、まあ60万、まあ70万、80万ぐらいかなと思ったのよ。わかんないけどね。って思ってて、で、はい、これ見積もりですって聞いたら、170万ぐらいかかるっていうのよ。<laughs> ええって思って。で、ね、なんでって言ったら、要は、なんかうちのそのガラス でかいのよ窓がものすごい。でこれカスタムのなんか作,作ってトリプルレイヤーってのにするといいですよと。でこの一番いい窓のそのガラスの作っているブランドのやつで、まあ、見積もりを出してきたこいつがね。170万かかりますつって。でそんなのまあ簡単に出せないでしょ170万もね。で本当にそれがいいのかも分かんないし。で,でまあでも一応つまあなんとなく。 値段がそれぐらいまあかかるのかっていうのは分かったからあ,ありがとうって言って話してたら、まあ、ちょっと仲良くなってそのセー,ルスセールスの人とでそいつが自分語りを始めたわけですよ <laughs> でそいつが「いや俺もあの家を買ったばっかりなんだよ」って言うんですよねでっつってでで俺もあのま,まあ中古の家を買ったんだけど俺も窓をあの入れ直さなきゃいけないんだよっつってで俺もこの お前にあの見積もり出したこのトリプルレイヤーのガラスをね入れようと思ってるんだよって言うからそいつ結構若そう若蔵なんですよ若蔵でまあそのホームディーポっていうホームグッズの店で働いてるまあこんなこと言ったらあれですけどなんだろうもうポーンって170万出せるような仕事じゃないと思うんですよねホームグッズで働いてる人が別にだからまあ えー、まあすごいなと思ってたらいやだけどね俺はねあのー、地,地元のあのー、このガラス屋にお願いしてるんだよって言い出すんですよ。でそれ聞いた時にえっと思って <laughs> まあ要はそいつなんていうのそいつもそのホームディーポっていうところのねガラスのサービスを使って入れるんだって言うんだったらあお宅が売ってる そのサービスはまあいいものなんだなって俺も思えるわけじゃないですか。だけどそいつが言うには、いや、俺はあのー、<laughs> 地元の <laughs>、地元のガラス屋に、このお前に見せたこのブランドのガラスを入れてもらうんだって言うんですよ。ってことは、まあもうぼったく,ったくりっていうのもあれだけど、値段がまあ高く見積もられてるってことじゃないですか。それはね。まあ、アメリカのセールスマンダメだなと思ってさ。 俺だったら嘘でもいやこのホームディーポのこのインストレーション俺もやるんだよって言えば俺もああそうなんだってなるんだけどいや他のやつに入れてもらうんだって言ってる時点でさそれもうぼったくってますよみたいなもんだからねだからもうちょっとあのサーチングしようかなと思ったんですけどそのとにかくその窓ガラスをねあの入れ直さなきゃいけないっていう話になっててまあ高いなと思いましたけどね十何個の,その窓を入れるのに160万ですからね 160万ですよ。170万か。で、まあ、実際にその、そいつが、サンプルの窓ガラス持ってて見してもらったのよ。そのトリプルレイヤーの窓ガラスはすごい、でも、あれね、欲しいですわ。<laughs> もうね、なんかね、しかもそれ、UV カットみたいなのも入ってるっていうの、その窓ガラスにね。ですっごい分厚い、分厚くて重いのよ。でや、あれはね、やっぱ熱が出てかないですね。 だ、で入れられたら家あったかくなるなぁと思うけどねだ。日本、日本ってでもどんなんだったか全然覚えてないけど、日本ででもダブルレイヤーだったかなシングルレイヤーなのかな今。でも皆さんどうです家でなんか風入ってくるとかありましたあれ日本の家そんなんなかったと思うんだよな。あとあれいいじゃないですか。あの、玄関と、玄関からそのリビングに入るときにもう一個日本でドアありませんなんか。 だ玄関ものすごい寒いけど、リビングはなんかね、いつもあったかかったよな、俺、イメージあんのよね。日本住んでた時。とにかくね、もう寒さにもう悩まされて、うちらは毎年毎年、もうどうにかしないといけないっつって、まあいろいろやるんですけど、困りますよね。マイナス二十何度とかなったことあるからさ、おはよう。<laughs> もう、もう地獄ですよね。まあだからその百七十万の窓の、 話のアップデートはまたちょっと別なとこから見積もり取った時にどれぐらい下がるのかっていうあれでまた報告しますけどねまあ80万ぐらいまで下がってくれたらまあ側金で全部払えないけどまあローンでまあやろうかなと思うんですけどねまあ本当にね困るわ家は嫌いじゃないんだけどこのあれですね窓が窓をどうにかしないといけない <laughs> 本当に 本当にそんなんが多いっすよ。マジで。いやー、まあね。皆さんもねもう、どうすか、年末は。<laughs> いい1年でしたかね、2023年も。うーんと、来年はね、ちょっと景気のいい話をしたいですけどね。でも、クリスマスも、なんだろう。2週間後、今日17日だから、 まあでもこのラジオはまだ流れないんだよな。<laughs> クリスマス前に流れるかわかんないけど。あ、もう来週じゃないですか。来週の日曜日、クリスマスだ。イブだ。で、25月曜日だもんね。うん、うちあれなんですよ。あの、クリスマスイブ、ケンタッキー食べてるんですよ、いつもね。日本だと、なんか、ケンタッキー、クリスマスでしょ。で、やっぱり、なんだろうな。こう、伝統みたいなやつを残したいっていうか、 か家族の中でなかなかなんかなんだろううちの家族はこの時にはこれしてるみたいなのが俺の家庭ではあんまなかったんですよなんかなん,なんていうのかなうん例えば、まあ、こんなの絶対ありえないけど毎年なんかお正月はハワイに行くとかさそれ,をそれを必ず毎年やってるとか、まあ、まあハワイ行かなくていいけどまあなとにかくそういうのがあんまなかったのねで うちもそういうなんか伝統みたいなの欲しいなと思った時にうちの嫁さんが「クリスマスはケンタッキー」みたいなこと言っててで俺はなんだろうアメリカの方が長いからいやいやクリスマスにケンタッキーはないだろうと思ってたんですよねでもまあ一応ちょっと話に乗ってみようと思ってえ何年ぐらい前かな5年ぐらい前からやってんのかな <laughs> したらしたらなんか俺もそれ気に入ってきてで日本だと絶対クリスマスはケンタッキーみたいなのあるじゃないですか。 あれアメリカ人に言うとバカにされるんだけど、まあ気に入ってやってるんですよね。で、今年もクリスマスはケンタッキーだね、みたいなので、ちょっと楽しみにしてるんですけどね。アメリカだとね、ものすごいあれですよ、食えますよ。3000円ぐらい、30ドルぐらい払うと、まあ1ドル100円っていうことでね、想定するとね、なんかね、肉がね、15個ぐらいついてくるのかなで、サイドが 4, 4個ぐらいなんかついてきて、マッシュポテトとか、 コールスローとか、なんかバターコーンとか、で、ビスケットもまた別でついてきてみたいなやつがバーってくるから、くるったように食ってますけどね。<laughs> クリスマス <laughs>。ケンタッキー、また行きますよ。来週、買いに。で、毎年なんかね、クーポン来るのよ。で、なんかね、アメリカでその、クリスマスにケンタッキー食べるっていうのがないから、やっぱ売りたいんでしょうね、ケンタッキーも。だからものすごい安くなる。 クーポンが必ず毎年来るのよ、ケンタッキーから。で、全然混んでないし、誰もいない。で、うちの子供もたちも、まあ、それもう5年ぐらいやってるから、またケンタッキーだね、みたいな。また食いたいね、ケンタッキー、みたいな、言ってますけどね。<laughs> まあ、それ、それが、なんだろう、伝統になって、うちの子供たちが大きくなったときに、多分 アメリカの友達に、いや、ケンタッキーだね、みたいなこと言っても、多分鼻はぁ、あ、何言ってんのみたいな感じで馬鹿にされるんだろうけど、まあ、うちの伝統はそれなんですよ。<laughs> 俺、でも、ケンタッキー、なんだろう、日本にいるときも腹いっぱい食いたかったからな高いじゃないですか、日本だとね。すっげー高い。これ前も言ったけど、俺、なんだろうなアメリカに来たときに、 ケンタッキーの食べ放題があるっていうことを初めて知ったんですよ。で、それ聞いたときに、な、何それってなって、なかったから、そんな日本で今までね。で、うちから、アメリカ住んでたときに、うちから1時間ぐらい離れてたのかな、そのケンタッキーの <laughs> 食べ放題が。でも、どうしても行きたいんだっつって、当時600ドルぐらい、600円ぐらいで食えたのよ。今じゃ考えらんないけどね。で、行ってさ。 俺はチキンも好きなんだけど俺あのコールスローも腹いっぱい食べたかったのよあれ何なんすかねケンタッキーのコールスローってめちゃくちゃうまいうまいのよね俺の中ででもうあのチキン口に入れてでコールスローも入れてもう一緒に食いたいのよで1時間かけてその食べ放題ってさもう山のように食ったわケンタッキー <laughs> <laughs> だけどあれ気持ち悪くなるのよね山のように食,っと食うとあの時16歳ぐらいだったけど気持ち悪くなった食べすぎてもうケンタッキーはいいわってなったけどその次の週また行きたくなるまた行ったような気がする <laughs> ケンタッキー <laughs> あれうまいんだよなでもまあ今はもう1年に1回で十分ですけどね、うん、でもあれ食べるとやっぱクリスマスって感じだな んで今年はまたなんかあれだよプレゼントを買って木の下に置いてありますわうちの子供がよかさってるわ開けんなっつって言ってるんだけどまあなんだろう一年一年中通して一応覚えとくようにしてるんですよ子供が子供とか奥さんがこれが欲しいあれが欲しいってまあ例えば一緒にとかお店行った時に言うわけですよでもうちは 基本的にには買わないようにしてるんですねその全然関係ない日とかに。だからまあ誕生日とクリスマスには、まあ、ちょっと高めのお金出してもいいから好きなものを買ってあげるようにしてるんだけど他の関係ない日はあま買わないようにしてるんですで買い物行く時に、まあ、買わないからこれが欲しいなあれが欲しいなとか言ってるからそれを覚えといてでそれをクリスマスに買って、まあ、包んで。 置いてるんですよだけど包む時に形がやっぱ出るわけですよね露骨にだからあいつらそれ見てこれはあれなんじゃないかこれなんじゃないかっつってもう,もう全部予想が当たっちゃってるから全然面白くないんだけど <laughs> うちの嫁にあの何てサーマルのコップ欲しいって言ってたからそれあのタックしたらもう露骨に形出てるからねこれコップじゃんみたいな <laughs> とか <laughs> あとジャーブレーカーっていうキャンディー日本にないんだけどものすごい硬いなんかもうレ,レイヤーになってるものすごいもう100個ぐらいレイヤーになってるキャンディーがあるんですよジャーブレーカーってあのジャーって顎ブレーカーって壊すだからもう噛んだら顎が壊れるぐらい硬いキャンディーがあるんだけどものすごいでかくてそれそれ欲しいって言ってたからそれ買ってきたら ラップしたら思いっきり丸の形が浮き彫りになっててこれあれなんじゃないかっ,つってなんか騒いでましたけどね <laughs> そうで俺もなんかクリスマスあのー、自分なんかねうちらうちら夫婦はまあお互いに買うんだけどだけどなんだろうやっぱ気に入ったものが欲しいっていうタイプなんですよお互いにねだからものすごいお金を出して 例えばじゃあ時計をプレゼントするってなった時にやっぱり自分で選びたいわけですよなんかわけわかんない時計を買われても嫌だしだから金額を決めてその金額で自分にプレゼントを買っていいよってことになったんです高いやつはねだけど2,000円までのプレゼントはお互いに好きに決めてお互いにあげていいってことになったんですだからサーマルカップはそれで選んであげたんですよね で俺も自分でなんか買っていいんだけど、特に欲しいもんないから選べないんだよね。なんかわかんないんだけど。そうですね。まあクリスマスね。本当にね。なんかめんどくさい制度ですよね。<laughs> こんなこと言いながらだけど。<laughs> まあだ、だらだら話しましたけど、そんな感じですね。はい。なるべく早く嫁とラジオ収録して出すようにします。ということで、ご視聴ありがとうございました。皆さん、いい日をお過ごしください。Peace out!